さんこんにちは。あ、こんにちは。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかずいぶんおしゃれなところで今日は待ち合わせですけど、今日はコーヒー片野さんに来ております。でここでちょっとね、皆さんのコメント返しとかお話ができたらいいかなと思っておりますけれども、本格コーヒーのよくいらっしゃるんですか？いや全然行かないですね。なんか普段はもうコスパ重視で安いインスタントコーヒーを飲んでるぐらいなので、おすすめをお願いします。秘密基地ブレンド、エスプレッソでもネルドリップ、ネルドリップっていうのは布で入れたドリップのコーヒーなんですけども、はい、それを召し上がっていただきたいと思います。よろしいでしょうか？はい、お願いします。はい、ブレンドってことは複数の銘柄を混ぜてらっしゃるってことですかね？そうです、3種類をブレンドしたものです。でなんかコーヒー豆ってみんな同じに感じてしまうというか、ごめんなさい。いや分かる方すごいと思います。キリマンジェロはどれでしょうとかって言われたら、焙煎の仕方とか抽出の仕方でだいぶ味が変わるので、はい、正直言って分からない場合もあります。ああそうなんだ、高いですね。1度違うと全く味が変わってきて、2度違うと誰でも味の違いが分かるぐらいなので、すごい世界ですね、はい、結構時間がかかるので、はい、ゆっくりコーヒーの時間を楽しんでいただけたらなと思います。いや本当楽しみにしてます。今86度なのであと2度温度を下げます。85度になったのであと1度下げます。すごいな、そんなに敏感なものとは想像したことなかったです。ここはなんか話しかけない方が良さそうな感じですね。そうですね、ネルドリップのお店では全く話をしないマスターがほとんどっていうか、そういう方の方が多いんですけども、私はできる範囲で受け答えしながら集中しながらもですね、やっていけたらなと、くつろいでいただきたいなっていう、そのうちの店がこう逃げ場所というか、こう隠れ家っていう雰囲気で落ち着いていただきたいという一心でやっているので、単身赴任中にですね、高校生の娘を亡くして、働く気力というかエネルギーがちょっと萎えてしまったのと、武器を扱ったりとか危険な仕事を若い方にやってもらう、そういう指示を出したりとか、亡くなった方を回収するとか、そういう仕事がちょっとどうしても辛くなってしまって、どんどん悩むようになってって、仕事するのがすごく辛かったんですね。海上保安庁入ったのとほぼ同時期ぐらいに、コーヒー豆の焙煎、生豆から自分で焙煎するという趣味を始めて、コーヒーってこんなに美味しいんだろうな、自分の気持ちがほっとする、解放されてなんか気持ちが豊かになるっていう、そういう経験をなんかみんなに広めたいなと思ってですね。どうぞ。はい、すいません、ありがとうございます。一人前でこれだけ贅沢にコーヒーを使っています、出汁の良いところだけを取っているイメージです。ふーってするだけですごい香りが伝わってきます。結構、ね、苦味とかも結構あるんだけど、飲みにくさが全然ないと言いますか、ガトーショコラ入って添えているのがゴールドキウイで、店内で作ったジャムです。それを添えております。オリジナルレシピで、クーデルチュールっていう高級なチョコレートですね、苦めの、良いチョコレートを使って、小麦粉は使わない、グルテンフリーで焼いております。おお、小麦粉使ってないんだ、はい、グルテンフリーって今すごくね流行ってるので、そうですね、アレルギーの方なんかも安心して食べれるようにというふうに思って作っております。私は初めて聞きました、グルテンフリーって。はい、食べ慣れてる人だとね、もうちょっとフォークとかも上手に使うんでしょうけどね。コメントでキララさんの食べているところをいろいろ見たいっていう方がいらっしゃるんですよ。はい、キララさんがちゃんと
美味しいものを召し上がってるのを見ると、うん、安心する方が多いんじゃないでしょうかね。ありがとうございます、はい、幸せに暮らしてるなら良かった、ありがとうございます、大大大好き、ありがとうございます、うん、まあ、結局やらせでしょっていうコメントもありますけど、ザ・ノンフィクションに関しては、私の回に関してはやらせはなかったですね。何をもってやらせというかっていうのは違うと思うんですけど、人によって。だけど嘘は少なくともないとは言えますね、はい、うん、もし政治家になったらいい政治家になる気がするってね。いや、政治に関してはちょっと興味はあるんですけどね。一時期出馬するっておっしゃってたじゃないですか。 あれはちょっと周りに生やし立てられて酔った勢いでってやつで、選挙区の人から、まあ、例えばお米とかもらったりしたら、それだけでね、賄賂とかね、なっちゃうんでね。車の免許持ってるのかなと、アルコールを我慢できないので、うん、車の運転を仕事にしたら絶対ダメな人です。なので免許も持ってません、うん、はい、そうですね。他にもたくさんね、元気にやっていってくださいとか、幸せになってほしいですとか、ありがとうございます、お友達になりたいとかね、髪型はどうしたっていうのは、私癖っ気なんで縮毛矯正かけてたんですよ。1回1万5000円かかるんです、あれ。あとはシャンプー代がね、髪の毛長いとすごいお金かかるんでね、まあそんなことにお金を使うよりも、私が幸福感を感じられることにお金使おうってね。キララさん、ご自分でカットされてるの？あ、そうですね、うちのバリカンでカットしてます、うん、とてもお似合いですよ。あ、似合ってます、はい、丸坊主にするのが一番簡単なんで丸坊主にしてたんですけど、やっぱこの時期頭焼けちゃうんでね、うん、はい、早く白くなってくれた方が優先席に堂々と座れるのになとか思いながらね、暮らしてます、はい白髪ね、白髪びっくりマークとかもそういうことです。白髪増えてほしいです、本当にね。今すごい年齢に合った生き方してますね。いや、年齢に合った生き方、まあそうですね、年齢というよりももう自分らしく生きるっていうことが全てですかね。今やりたいことを今やればいいんじゃないかなっていう、私の中で思ってるのが、若い頃にそうしておけばよかったとかっていう言葉が一番嫌いなんですよ。で、若い頃にもっと勉強して起きやよかったとかって、もうひどいのになるともう若い人に説教してるでしょ。もっと若い頃に努力してくればよかったって自分が思うよ。もう若い人にそんな苦労してとかそんな後悔してほしくないは。でもそう言ってるやつだってさ、まだまだ現役で働いてるんですよ、50代か知らないけど。だったら今からでもさ勉強すればいいじゃないですかって。なんか私は本当にそう思ってるので、年齢関係なく自分が今やりたいことをやる。昔こうやっとけばよかったって思ったところで、多分20年前30年前にタイムスリップしたとして、多分やんないと思うんですよね。だってその時だってサボろうと思ってサボってたわけじゃないもん。自分も今体が動かなくて、なんでこんなにやる気ないんだ最近とか、こんなにぐったりしてんだって思うことはあるけど、若くあっても年取っても多分同じことだとは思うので、ね、できることはやる、できないことはできないでカリカリしないって、そういうのを目指してますね。水菓子のアイスコーヒーです。ありがとうございます、はい、入れたては入れたてで美味しいし、温度下がってきても温度下がってきたで味わいが衰えないというか、なんかもうどの温度でも美味しいですね。ビールもあ、ビールもあるんですか。一杯だけはコーヒー飲みたいけども、あとはいろんなお酒飲みたいっていう方もいらっしゃいます。お酒とコーヒーコラボしたメニューみたいなのもございますか。はい、コーヒーラム酒っていうのを用意していて、コーヒーの豆ごとの味わいとかがみんな変わってくるので、はい、好んで飲まれる方も結構おります。カウンターの下とかにいろいろ隠してはあります。コーヒーラムです。 ありがとうございます。美味しいです、うん、ちょっとコメントの方を読ませていただきますと、いや、虫歯だけは無理しても歯医者に行かれてください、死に至る病になりますからって。まあね、今歯医者には行ってたんですけど、涼しくなったら再開しようかなと思ってます、はい、ノンフィクション出てた頃って詩人アイドルとかって言ってたと思うんですけど、どうしても理系のっていうか結論を出したがる思考回路があったんですね。だけど知ってそうじゃないんですよね。いろんな人がいろんな感じ方ができるように、ぼかすとこはぼかして、言うところは言って、人を感動させる分って理屈があってなかろうが、たとえ間違ったことを言ってても
おお自分もそう思うとか心に響いたって言えばそれはいいわけで、燃やしてやりたい殴り飛ばしてやりたいみたいな詩があったとしても、今からそいつを殴りに行こうかとかさ、あなたを殺していいですかとかさ、そんな歌詞があったとしてもさ、それが胸に突き刺さればヒットするわけですよね。私が何を伝えたいかよりも聞き手がどう感じてくれるかっていうことを考えながら言葉を紡いだ方がいいんじゃないかって、そういう訓練を始めたらきっと詩人アイドルになれるんじゃないかなみたいなね、1年後2年後お楽しみにってとこですね。期待しております。はい、ありがとうございます。酔いが回ってきました。このままほっといたら10杯ぐらい飲みそうなんでね。私そのアクション映画とかの訓練も受けたことあるので、階段で転んでも受け身を取れる自信がありますから。すっごい相性合いますね、コーヒーラム。そう、ちょっと締めにもう一杯飲みたいなっていう気持ちもありましてですけど、やっぱアルコールいきたいなってね。なんかこの目の前で飲めるっていうのいいですよね。そうですね、一人で来ても寂しくない。はい、グラッパ、グラッパ、あ、40度って書いてありますね。これまずエスプレッソと、こちらのグラッパです。これはどうやって、おすすめとしてはお砂糖これぐらい入れるとあのバランスが良いと思うんですけども、入れましょう。あ、はい、お願いします。はい、で良いエスプレッソを入れるとなかなか沈まないんです。おお、で、これをよくかき混ぜてください。はい、かき混ぜる。はい、アルコールを分解してもらうにはあの糖分が少しあったんだけど、まあ確かにそれはそうですね。であのこのグラッパをちょっとだけ味見してみてください。こんなグラッパだよっていう感じ。今すごい香りが、はい、うん、あ、美味しい、甘い。でそれを全量をそのエスプレッソに入れてかき混ぜてから入れるんですね。ちびりちびりと飲んでください。あ、なるほど、なんか入れる前に全部飲んじゃいそうだった。口当たりもいいし、アルコールって感じがあんまりしないので、なんかこれしか量がないのがなんかもったいないみたいなね。本当美味しい。なんか見事に合ってるっていうか、あんまり酒飲んでるって味はしないけど、でもちゃんと入ってるのはわかるというか、なんか飲んだ後の吐息で香りが自分で感じられるっていうのが、なんかすっごい満足感がある。まさにね、最後に一杯飲んでいくにはバッチリの一品ですね。締めにおすすめ。はい、よりライスが好きですね。ライスが、うん、インドビールとかあるんですね。お酒ばっかり見てますね。ここからそうね、5からでいっちゃおうかな。5から、そうね、まあ10からいけるんだったらいっちゃうけど、まあでも5からにしとこうかな。うん、もう私はもうこれ食べられたら無料になるとかって3000円のぐらいするような激辛メニューとかを食べ歩いてた時期もあるので、本当に余裕なのよ。一味唐辛子を一気食いとかだけど、先日ちょっと問題になった18禁ポテトチップス、あのレベルは本当に別格だから、私でもこんな酔っ払ってる状態じゃ挑戦しない、もうそのレベルですねあれは。サグマトンの5カラーで、5カラー、はい、うん、そう、ライスで、はい、であとはじゃキリンビール、リスはターメリックかゼラライス、どっちかですか。ターメリックライス、ターメリックライス、うん、はい、ありがとうございます。あ、すみません、ありがとうございます。あ、どうもありがとう。とライス、うん、そうですよね、うん、ちょっと風で歯科治療を休んでる間に右の奥が欠けちゃってるんですよね、歯が。すっごい食べ物が挟まるんですよ。かわいい。